オリンピック選手村です。各国選手団も続々到着して賑わっています。しかし1972年のミュンヘン大会で起きたテロ襲撃事件以来、残念なことにオリンピックは厳しい警戒体制の下で開かれるようになりました。今回のモスクワオリンピックもその例外ではないようです。選手村の周囲はぐるりと金網で囲まれ、要所要所には自動小銃を肩にした兵隊が配置されています。パトロールする警官の姿も見られます。選手団は空港では入港手続きをせず、まっすぐ選手村に向かいます。入村手続きの後、通関所で X 線透視装置による荷物の検査とボディチェックを受けます。選手たちの宿舎とレストランや商店街などのあるいわゆるインターナショナルゾーンの間には検問所が設置されています。選手たちも食事や買い物などの出入りのたびにチェックを受けています。Well, the security here in Moscow is somewhat heavier than what it was in Montreal, but in terms of security in the hotel, it is the only place there is more security. At the television center and the other venues, it is much the same as it was in Montreal. Hotel security here is somewhat greater, but other than that, it's the same for Montreal.I think that it's very necessary in view of the international situation. It takes a lot of time, but I think it's worth it for our benefit. It is very, very strict, but it is necessary, I believe. Sometimes I get very impatient with the time, but I only repeat, I think it's necessary. もっとも、こうした厳しいチェックはソビエトの関係者も同じように受けています。ソビエトのある新聞記者は、日本と同じロシアのことわざを引用して、厚物に懲りてナマスを吹くといったところですね、お互いに我慢しましょうと苦笑いしていました。オリンピックは本来平和と友好の楽しいお祭りです。しかしそうしたお祭りと厳しい厳戒態勢とはどうもそぐわない感じがします。これもまた政治とかイデオロギーの対立によって引き起こされた悲しい不幸な現象と言えるかもしれません。